どうも、ボジドームの名物論のカンちゃんです。今日は、三ツ矢タイガーさんの、バットの指導をさせていただきたいと思います。で今回打たせていただくバットなんですけど、レボルタイガーっていうバットですね。三ツ矢タイガーさんのバットの、ね、特徴としてはこの特殊なグリップ、こちらになってます。こちらを握った時にこの、ここに人間骨あるんですけど、これを骨を痛めずどんだけ振ってもこのグリップでエンドで怪我をしないという、怪我予防プラス握りやすさというものを追求されたグリップなんで、実際このバットを打たせていただきたいと思います。お願いします。軟式ボールです。軟式バットをお使いください。感想としては、結構これが84センチですかね。そうですね、84センチなんですけど、結構扱いやすく軽めに、ね、軽くて、ね、何ですかね、バットコントロールがしやすいタイプかなと思ってた矢先に自打球当たりました。それは僕自身のバットコントロールのなさが出てしまったからと思うんで、しっかりトレーニングして次の動画に備えたいと思います。今日はありがとうございました。